皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。今回はトレーニング中の怪我のアフターフォローについてお話ししていきたいと思います。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報などを掲載しておりますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。なぜ僕がこのお題を取り入れようと思ったのかというと、僕自身が怪我をするプロなんですよね。過去の怪我歴でいきますと、まあ中学校の頃に野球部に入ってたんですけど、僕一生懸命やるとすぐに怪我をするんですよね。ちゃんとやろうと思った時にすぐに野球肘になりまして、治ってもう一回ちゃんとやろうってなって次野球肩になりまして、走るしかないなと思って真面目にちゃんと走ろうと思ったらアキレス腱両足炎症を起こしまして、両足新スプリントというすねの脛骨筋あたりの怪我なんですけど、もうこれも両方やりまして、スポーツ向いてないなってことでスポーツをやめたんですけど、またダンスを始めた時に座骨神経痛になってトレーニングを始めることにまたなるんですけども、そうするとまた側腕症だったりとか、ベンチプレスを始めた時にまた肘を痛めたり肩を痛めたり、でスクワット一生懸命やろうと思ったら次膝を両膝やったり、中学校の頃に悪ふざけで爆中しようと思って首から落ちて首捻挫したこともあるんですけど、まあ、そんな感じでほぼほぼ関節という関節をコンプリートしてる怪我のプロなんですね。でそういった僕がですね、違和感に強くなったというか、トレーニング中にあこれはあかんっていうのを察知しやすくなって、だいぶ怪我はしなくなったんですけども、それでもなお今年に入って勝つためにトレーニングハードにやっていこうっていうことで、いざスイッチを入れた途端ですね、右腹斜筋の肉離れを起こし、疲労による炎症を左の二頭筋起こし、でこの筋をベンチプレス中に痛めましたということでですね、怪我のフォローについてお話できたらなというふうに思っております。僕が怪我をしてもなおトレーニング続けられてるのはそのアフターケアがあるからっていうのと、新卒で入った会社っていうのは僕ストレッチトレーナーの会社だったんですね。なので、まあ、コンディショニングっていうところにも目を向けているっていうところで、アフターケアをどうするかでその先の怪我の期間の長さっていうのが変わってくるんですよ。でここがすごい重要やなっていうふうに思ったりとか、やっぱトレーニングしていろんな人と会っていく中で、怪我してもなお無理やりトレーニングしたりとか、病院行ってやめろって言われてるのにできるトレーニングをやるって言って、結局できるトレーニングをしてるうちに気持ちが強くなっていって、やったらダメなトレーニングをして怪我が長引くとか、こういうのめちゃくちゃ見ていくんですよね。だから実際にじゃあどういうアフターフォローをすればトレーニングを続けることができるのかっていうので、このお題を取り上げました。共通する方もねいらっしゃるんじゃないかなっていうふうには思うので、参考にしていただけたらというふうに思います。まず僕がトレーニング中に違和感を感じたら絶対にまずは押さない。プッシュ系の種目やったんですね。ベンチプレスやったんで、だいたい怪我をしそうな時って力を最大限発揮してる時に違和感が始まるんですよね。違和感あるなと思っても無理やり押すとやってしまうことが多いんですけど、違和感あるなですぐにやめると結構すぐに治る怪我で止めることができるんですよ。怪我をする違和感って絶対にあるんですよ。怪我に鋭い鋭くない関係なく、そこの違和感がまだ痛みじゃなかったとしても違和感を感じるんやったら僕は一旦ストップするんですよね。いきなり痛みが来ることもトレーニングはやっぱりあります。パワーを使うためにストレッチかけたり、収縮させたりストレッチかけたり、この動きの中に重量が乗ってくるわけなんで、グッと力んだ時にピキッて筋肉が違和感を感じるっていうので痛みが走ることっていうのも全然あります。まずは違和感を気づいた時にそのトレーニングを無理やりにでもやめる。まあこれができなくて痛みがまず出てくる人もおるんですけど、その種目中に痛みが出てきてそのセットはやったとしても、その日その筋肉を稼働するようなトレーニングはやらないようにするっていうのがまず2つ目ですね。1つ目はもう違和感を感じたらやめる。でもそれでもやめれなかったら2つ目のとにかくそのセットが終わったらもうやめる。で僕の場合は今この今回筋なんで開く動きの方が違和感を感じるんですよね。この腕の裏のこの筋が伸びちゃうと痛みを感じるんで、ずっと下ろした状態にはしています。まあ、そういったところで上半身を痛めたりしたら一旦上半身はもうトレーニングやめる。もうそこの筋肉を関与せずにできる種目があるのであればやってもいいです。僕がこの二頭筋の筋肉を痛めてた時とか、腹斜筋の肉離れをしてた時はできる限り腹圧をかけない種目をすることによって違和感っていうのも感じず、違和感を感じなくても圧をかけることによって治りが遅くなったりもするので、軽い違和感を感じるぐらいやったらやろうかって思う人もいると思うんですけど、ちょっとでも感覚があるのであればすぐやめるっていうやり方でやってました。ここの筋肉を痛めた時もこの頭より上に肘が上がるような動作っていうのが違和感を感じてたっていうのと、あとはインクラインベンチプレスのような二頭筋から肩にかけてグーッと落としていって筋肉が関与するこの動き、こういった動きが違和感を感じて悪化しそうな感覚があったので、こういう動きが出ないように胸をするときは脇を締めてこういう角度で行っていました。で僕がその怪我をしてすぐにやるアフターケアの部分にはなってくるんですけど、アフターケアに関してはまずは
やめた後は周りの筋肉をほぐします。僕このコンディショニングをやってたから自分の指でやるんですけど、今はマッサージガンとかストレッチポールとか筋膜リリースをするためのアイテムっていうのがいっぱいあるので、まあ、大体ジムだとストレッチエリアに置いてるものなんですけど、あるもので大丈夫なので、違和感を感じた場所ではなくその周りの筋肉をまずほぐしてあげるような意識でアフターケアをしています。トレーニング中に行って怪我する時っていうのは熱を持って炎症を起こしている可能性が高いです。なので僕は絶対にアイシングして冷やすようにしています。でその怪我した部分を押すと悪化する可能性もあるんで、その直接押すことはお勧めしないです。うわやってしまったで SNS で検索した内容でとにかくケアをしようとするんじゃなく、まずは病院行くことを一番はお勧めします。筋肉の怪我っていうのはレントゲンに映らないんで、僕は結構鍼灸だったりとか整体だったりとかスポーツ選手を見ている先生に見てもらうことが多いです。そういう先生は大体筋肉の周りの固まり方を触ったりとか動きを見た時に、あこここうなってるなっていうのでケアをしてくれたりするので、一番僕は正確だなっていうふうには感じます。骨が怪我している可能性もでもゼロではないんで、病院に行くことはまずお勧めします。でも時間がなかったりっていう時はこういうアフターケアっていうのも参考にしつつ、まあ一番は休むが一番ですね。だいたい休めば治っていくので。で、治ってからも違和感を感じる状態は続くと思うんですけど、ある程度痛みっていうのがなくなってきたらトレーニングは再開していいんじゃないかなっていうふうには思います。まずはやめるっていうところと、続いてこの周りの筋肉をほぐす。でも、違和感を感じるところに直接当てるのはできる限り避けてあげてください。違和感を感じるその直接当てたい部分にはアイシング。をしてあげる。スポーツとか筋トレ中に起こってしまう怪我っていうのは熱をこもらすことが多いので、アイシングでいいんじゃないかなっていうふうには思います。なのでまとめると、アフターケアはまずはやめる、トレーニングを休むですね。その後は周りの筋肉を緩めてあげる、で帰ってアイシング、その後とにかく休む。もう明日はこのトレーニングやったらいけるやろって思ってても、上半身で怪我をしている場合は1日2日ぐらいは休んであげる必要があります。どんなトレーニングをするにしても筋肉は絶対に動きます。怪我をしても無理やりやってる人とかもいると思うんですけど、小さな怪我が大きな怪我となり、もう一生このトレーニングをしたらダメですよって言われる可能性ってあるんですね。結構スポーツ選手にあると思います。試合があるからっていうので無理やりスポーツをやりきることによって気づいたらもう選手生命を終えることになってしまうとか、やっぱり無理してやっちゃうからこそそういうことが起こってしまうので、もう休めるのであれば休むといいです。特に筋トレを仕事にしてる人ってめちゃくちゃわずかだと思うんですね。大体の人が趣味になってくると思うので、趣味に没頭しすぎて自分がやりたかったこの趣味ができなくなってしまう環境って一番良くないと思うんですよ。だからもう1週間2週間我慢すりゃ復帰できるんで、怪我した時は無理せずに休んでほしいなっていうふうに思います。一番伝えたいのはやっぱ無理をしないっていうのと、自己判断で動くのではなく医者に頼るっていうのが一番安牌かなっていうふうにも思うので、大丈夫大丈夫って不安になるのであれば一旦医者に見せてあげるのも一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。今回の内容が良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ビレジェンドの公式 LINE にはお得な情報などを掲載しております。概要欄にも新商品の情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。